はい、どうも、ちょっとです。どうも、はい、今回はですね、ちょっと変わり種をやっていこうかなと思ってて、はい、今まではこういうエフェクター、ね、実機をレビューしていこうって話だったんだけど、今回はですね、なんと、アプリです。アプリ。ね、具体的に何かっていうと、チューナーのアプリをやっていこうかなと思います。ね、チューナーだぜ、チューナー。わかるかな、こういうの。ね、これがもうチューナーなんですよね。これはポリチューンってやつなんだけどこれはボスのチューナーだ。そう、こういうのがあのチューナーとしてしっかりあるんですよ、すでにものとしてね。もうちょっとびっくりして、時代の変化、ね、だから簡単に言うと、このスマホのマイクであの認識して、でそのチューニングが合ってるか合ってないかっていうのをやってくれるって話で、これがね、まあ精度としては割といいと、チューナーとして見たときに、もの自体は大してそんな悪くないっていうのが結構自分でもやってて驚いた。そうだね、別にふとしたときにもう、ね、手に取れるから、さっとチューニングできる。そうそう、あとはチューナーを忘れてもさワンチャンチューナー忘れてもこれをでどうにかいけるとか、そう、意外といいじゃないかっていうんで、こうね、ロイヒがアイデアを出してくれまして、ちょっと今これを撮ろうということで、なんかどれが使いやすいとかさ、そうね、あーこれちょっと嫌だなみたいなさあるじゃん。あると思う。これめちゃくちゃな、まあ、初心者とかが、の方とか普段やってる方とかでもこれいいじゃんみたいなことを紹介できたらな。そうですね。でロイヒの方はあの無料のチューナーアプリをちょっとね、2つ用意してくれてるんで、はい、それをやってもらってんで、俺はもう自腹で買いました有料のチューナーアプリが2つあって、それを紹介していこうと思います。で、まあ、だからワンチャン、いや無料で よくないみたいな可能性もあるし、やっぱ金ちょっとでも課金しといた方がいいよねみたいなね、可能性もあるからね、ちょっとそれを少しずつ試していきながらやっていこうと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい何これ、いつもちょっと端っこからすみませんまず今紹介するのが、これはピーターソン、ピーターソンっていうあのチューナーでは本当にもう一番、あの業務用のチューナーで、あの、ね、すごいでかい、こんぐらいでかいラックでチューナーだけのそういうのが売ってるくらいで、そのさ1セント単位であのボスのエフェクターとかさ、コルクのエフェクターとかチューニングするじゃん。最近 0.5 とか 0.1 とかさあるけど、じゃあピーターソンのその最高、一番最高峰のチューナー、あの何セントでやるのかっていうと 0.01 セントなの、そのすごい高いやつって。つまり普通の1セントでやるやつの100倍の精度、めちゃめちゃいいチューニングができるっていうね、そういうチューナーを出してるメーカーのピーターソンから出てるチューナーアプリと。で、まあ、だいたい1200円くらい。アプリでね。これ。そう、これ。1200円。1200円。マジで。マジで。セールで俺買ったから、900円くらいだった。マジで。マジで。Uber Eats、Mac 1回セットより高い。いいんだよ、一生もんなんだから。それであのやってるんだけど、これさちょっと分かる、なんかすげえウニウニしてて、ね、さっきから俺たちの喋る声に反応してて変な感じなんだけど、これはあのストロボチューナーって言うんだよね。普通のチューナーとはちょっと違う。これ何かっていうと、回転してるでしょ。で合ってくるとこの回転が止まってくるわけ。合ってないと、合ってないとほら、回るでしょ。この回転を止めたいわけ。チカチカするね。まあね。で、あのね、ぶっちゃけね、あまりに精度が高いから完全にぴったりにはならん。だからあんま動かないなくらいでも大丈夫。絶対動くなよ、ちょっと
で合わせたら、結構いいでしょ。ちゃんとチューニングが合ってると、ザーン、ワン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 ってならない。ちゃんとチューニング合ってると。1200円でこのチューニングが手に入るって結構いいな。ただやっぱ今みたく集中してやんなきゃいけないから時間がかかる、うん、チューニング自体に。だからそのパッパッパッと急いでやるときとかは慣れが必要。できないとは言わない、うん、俺も実際ソニックリサーチっていうストロボチューナー使ってて、それも 0.02 セントなわけ。でもそれメインで使ってるよ。ライブとかでも全然使えるよ、慣れれば。だから慣れないうちはちょっと大変だけど、慣れさえすればすごい精度の高いチューニングができるっていう。だからこれめちゃめちゃいいと思う。うん、やっぱチューニングって命じゃん。どんなにうまいことやろうとチューニング合ってなかったらダメだから、どんなテクニックあっても。つまりいいチューナーを持つっていうことはシンプルにいい音が出るよっていう話、うん、になるから、それに1200円課金するっていうんであれば、まあ俺はこれくらいならいいから。むしろピーターソンの普通にこういうチューナー、ペダルのチューナーとか買ったらやっぱ1万2万余裕でするから、チューナーでだよそう思うと1200円ならまだ安いのかなっていう印象です。なんか機能とかはある？そう、機能はね、それ以外に、これ以外にね、まあさすがにダウンとかもできるわけでしょ。それ以外に、あ、そう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 、もちろんもちろんダウンとかもできるし、あとはね、なんかね、別のタイプのストロボとか、あ、柄が変わる、そうそう、柄が変わる別のストロボとかっていうのが別課金であります。あ、なるほど、お金がかかる。そうなんですよ。さっき言った12弦とか7弦とかベースとかそういうのにこうすごい対応したやつもあるんだけど、全部別課金です。へえ。ハーモニカとかハープとかキーボード、オーケストラとかスチールギターとか、いろいろその各楽器、エレキギター以外のものに対応したのもあるんだけど、全部別課金。あ、うん、そのものによって、まあだからね、まあ俺はぶっちゃけ最初のやつだけでも全然いい。この1200円の最初のストロボ、これだけでも十分使えるなとは思っとるからこれでいいけど、さらに細かいチューニング、さらに楽器ごとのいろんなジャンルでのっていうのであれば、それに対応したチューニングがするのもまあ課金で買えますよっていう感じでした、ね。まあでもシンプルにこんだけいいチューナーが1200円ってのは俺はいいと思う。はい、次が、皆さんもうご存知、大好き、今チューナーだったら一番売れてんじゃないかっていう TC エレクトロニックのポリチューン。持ってる持ってるでしょ、持ってるでしょ。そう、俺持ってないんだけどみんな持ってるのよ。そう、それくらいで、ポリチューンって何っつったら、こうやってね、こうやってバーって弾いた時に、今こう6つのやつが今これチューニング合ってるからあれなんだけど、6弦だけちょっと下げて、ほら6弦だけ下がって聞こえるでしょ、見えるでしょ、これ赤が下になって、でなんか今見たくポリチューンやったら、6弦が合ってないんで合わせましょうっつって合わせられる。だからチューニングを全部の弦同時にできるっていう、これがポリチューンで、さらにこれすごいのが、単音弾きすると単音モードに切り替わる、ね、こうやって単音弾きすると単音モードにアプリが勝手に切り替えてくれる、うん、これめっちゃ便利で、これはね、で、これはね、600円くらい。なるほど、これ600円くらいで、こうポリチューンもできるし、普通のチューニングもで、クロマチックなチューニングもできるし、で、ギターとかベースとかも対応してる。うん、それで600円、うん、いや、正直一番いい、バランスが、うん、バランスが一番いい。チューニングの大変さとかもないし、うん、あとこうやって横にしても、横にしたらもっと大きく表記出るし、
えて欠点を挙げるとするんであれば、さっきのピーターソンのストロボチューナーよりはちょっと精度は低い、うん、若干ね。ただ今聞いてもらった通り、そんな別にじゃ悪くない、うん、うん、そんな問題ないでしょ。そうそうそう、だからね、実際問題人がパッと聞くレベルではもう大丈夫なチューニングができる。うん、これ600円だからね、まあちょっと課金してもいいんじゃないかなって俺は思って、もう買っちゃいました自分で、うん、バランスめっちゃいいです。今のところ1800円払ってる。そう、チューナー。そう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 、なるほどね。いや払った払った。はい、これあのボスの無料チューナーですね、はい、ボスのね、ボスから出てんだよね無料のチューナーね。ちょっとこれ画面だとあの白飛びしちゃってるんだけど、ちゃんとあの俺たちの知ってるいつものボスのチューナーが出てるんですよ、表記として。すごいよねこれで、チューニングもできるでしょ。ただただボスの感じなんだね。で、これ 無料なの？無料。ボスのチューナー無料ってえぐくない？無料です。はい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 。あ、これちゃんと表記出たね。そう。でさ、俺これさっきさ、いじってて気づいたんだけどさ、ちょっと貸して。これさ、あの、設定押してスキン変更ってのができて、そうすると技になるんだよ。技クラフトのチューナーなんのよ。かっこよくない？うん、俺やっぱね、こう青の LED のが好きだわ。かっこいいかっこいい。はいはい。まあ弾いてすぐ反応してくれるしね。うん、うん、これ十分だよね。十分だよ。必要最低限っていうかさ、うん、もうチューナーとしての役割を十分果たしてる感はあるね。十分っすね。いやいやいや、ボスのチューナーただっていうのはすごい。おそらくこの中のね、演算っていうかさ、処理とかも基本的にボスの実際にやってるものだろうし、うん、うんうん、そう考えるとこれ十分だわ。素晴らしい。なんか別にさ、これ、うん、あの俺もよくわかんないんだけど、なんか他の機能とかあんの？他の機能あんのかな。ね、全然、いや、すげえシンプルなのよ。もうそうだよね、作りがすごいシンプルで、チューナーのみみたいな。そう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 、なんかあの 440Hz とかを441とかにはできる。まあそれぐらい、ね、そうそう、まあそれぐらいだね。あとはこうフラットとかシャープとか、うん、そういうのはできるね。でも基本的にスキン変更とかそんくらい、うん、すげえあのシンプルな機能。そう、あんまたくさんのことはできないけど、そんな必要以上のことはやらなくていいよっていうのではもう十分できてるかなって思います。無料、無料、これはすごい。うん、で一番最初にこれ入れといていいんじゃん、思う？無料、わかった。ギターチューナーですね。ギターチューナー、なんかさ、パッと聞きギタートゥナって見えるよね。見える。ツナ、ギターツナみたいな、ギターマグロみたくなるなってんだけど、これもあの無料、無料、無料のアプリ。ああ、なるほどね。ははは。あ、合ってるとこう上のラインのところがさ広がってくるんです。合ってるとこうピョインピョインってこういいの音とかね。で今何弦だよみたいなね、表記も全部してくれてて、あー分かりやすい。あー、これは視覚的に分かりやすいわ、うん、やっぱあのボスのエフェクターとかってもそのままだからさ、あのエフェクターの形をそのまま持ってきただから、あの知識がある人前提ではあるんだよね、うん、チューナーに対しての、うん、でもこれ初心者の人だったら
いやギターのここだよみたいなね、ここはこう合わせるんだよとかっていうのが全部わかるっていうのは面白い。あ、これなんかチューナーアプリならではって感じだよね。うん、そうか、そういう発想があったかっていう。うん、そうだね。うん、いやちょっと今俺びっくりした。そうか、アプリなんだからもっとアプリっぽくわかりやすくやればいいんだよねっていう、うん、その本家本元のチューナーとかをそのまま持ってくるっていうのが今までの感じじゃん、うん、じゃなくてもうアプリとして面白いチューナーっていうか分かりやすいチューナーっていうか、うん、ああなるほどね。いやこれはちょっと感動したというか、あ面白いわ。うん、で俺さっきボスのやつ初心者の人誰もねみんな持っとけって言ったけど、これも持っといていいね。ギターチューナー、うん、面白いのはさ、はいはい、ウクレレとか、あバイオリンとか、バイオリンとか、あ、はい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 、バイオリンとかあるんですよね、これ。はいはいはい、すごっ。あ、だからさっきのさ、あのピーターソンのチューナーがさ、バイオリンとかやったらお金かかるよって、さらにお金かかるよって言ったとこがもう全部そこ最初から無料でできる。そうそうそう、あめっちゃ優秀だね。ねえ、うん、パーッと見てて確かに何でもできるって点においてはすげえ優秀だわ。民族楽器、バンジョー、バンジョーとかもあったりするっていうね。へえ、面白い。でこれ、うん、アプリってやっぱこういうものなんだな。メトロノームとか。マジ？これメトロノーム？ほら本当だ、音出るよ今。この BPM75 で、こういうのも入ってる。この75に合わせて何か弾きましょうとか。ああだからもう練習とかも全部これ1個できるんだ。そうそうそう、面白い面白い面白い。あ、わざわざ他のアプリ開かなくてもいいってことだよね。うん、コードライブラリーって言ってさ、C だよね。はいはい、ちょっと俺も見せてあーなるほど、 C 押さえるならここだよ。やば、そうか、 C の、うん、押さえるなら、うん、こういうポジションが違うし、はい、あーなるほどね、はい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 、はい、いやーそれすごいわ。メジャーマイナーもあれば、うん、あじゃあもうこのアプリ1個だけでなんかいろいろできる、なんかもう基礎的なものとかはほぼできるみたいな。コード学習とか、やばあーすごい、コード学習とかね、なんか初心者の方とかは、うん、ほんとこういうの持っとくと、うん、コード学習とか、しかもこれすごいのはさ、うん、なんかね、なんかゲームみたいなのあるんだゲーム、なんかそのなんか俺もよくわかんないんだけど、やったことないから、なんかここの画面に E コードが出る、はいはいはい、それ弾きましょう、あそしたらもいい弾けみたいなとか、そういうのが順番に出てくみたいな。マジか、すごいね。だから初心者の人が基礎練習やったり勉強したりとかっていうのにもう何でもできるってことね。そう、あーやばい、それは面白いわ。あこの1個で何でもできる感強いね。うん、うん、強いよ。あ逆にさ、ボスとかさ、ピーターソンとか TC エレクトロニックはそういう発想にはならないじゃん、うん、どうしたって自分の製品に自信があります、それをアプリ化しましたっていうさ、うん、そういう面白さっていくんだけど、ああなんか本当の意味で初心者のためって考えるとこっちの方が正解な気がする。ギターチューナー、ギターチューナー、はい、おやす。どうだったでしょうか。いや俺ちょっと最後のギターチューナーちょっとびっくりした。あこんなんあるんだっていうのはね、うん、改めて、まあそのチューナー、精度の高いチューナーが欲しいんであれば有料のチューナーとかさ、まあ最初はボスのチューナーとかでやってみてもいいと思うんだけど、初心者の人が勉強したいとか言ったらギターチューナーとか、うん、あ何でもできるなっていうのはね、ちょっとチューナーの世界も奥が深かった。深いね。
そうなのよ。やっぱスマホだけでどうにかなる時代が今来てるんじゃないかっていう。確かに。うん。まあ、ただね、その あくまでスマホのマイクでやんなきゃいけないから、その周りが音出してる時とかそういう時にチューナーとしては拾えないんで、だから俺としてはレコーディングとかアコギとかでさ、こう家でやる時とかそういう用途の方が強いかなっていう感じ。うん。家での練習でのとかね、あんま本番でマジでこれだけで行こうみたいなのは俺はあんま思わんかもしれない、うん、やっぱ結局ペダルのチューナーとか必要になってくるよっていうね、うん、そこは踏まえた上で、でもそういう使い道、いろんな使い道があって1個持っておいていいなっていうのは感じた、ね、あーね、この企画はね、ちょっとロイヒーが持ってきてくれたんでありがとうございました。いい面白かったわ、ね、じゃあちょっとまたこんな感じに面白い企画あったらやっていこうと思うんで、うん、ね、またよろしくお願いします。じゃあぜひまたなんか見てください。ありがとうございました。ではじゃあな。